さん、こんにちは。リンリンです。Hey everyone, this is Ring Ring and welcome back to my channel. Today, I have a special guest. It's みのり。Hello! こんにちは。みのりです。We are friends for a long time and she is a 白塗り artist, an illustrator, and also an accessories maker. Look at this! This is from みのり。みのりはずっと前から親友で、で今白塗りアーティストをやってて、そしてイラストレーターとあとアクセサリーを作ってます。これ可愛くない？今つけてる。ありがとう。なんか最近めっちゃアクセ作ってるのね。作ってる。今日つけてるやつも作ったやつも。可愛い。欲しくなるよ。そう。欲しい。可愛い。え、それ別々で？これね、全部つながってるの、1個の。こう、はい、そう。なんか豪華。豪華。で、今日はもうエピソード1っていう感じで、はい、なんかみんな、まあ私のみんなの友達が今自粛、まあ自粛はもう解除されてるんだけど、今日からね。昨日。だけど、まあ、今まだ大変な時期に入ってるから、みんなどうしているのか、ちょっとチェックインしながら、家で何してるのかって、聞きたいなと思って、今回、みのりをお願いしました。ごめん。イエーイ、ありがとう。ずっと家に行ってもらったから、ね。めっちゃ会いたかったし、なんか、めっちゃいい機会で、本当に今と会いたかった。本当、なんかそのやっぱ自粛だから、すごい電話はできても、なんかなかなかね、こう対面してこうやって話す機会がすごいみんなと減っちゃったから、ありがたい、私も。いつも通りで、めっちゃなんか美しいな、メイク。でもめっちゃ背景が、家、何にもない。おしゃれ、後ろめっちゃおしゃれ。布。いやいやいや、りんりんちゃんの背景やばいね。すごいかわいい部屋。宿中にできたんだよ。こうずっと家にいるんじゃん。うんうんうん。だからもうバタバタ、外でバタバタすると、あとなんか海外行ったりすると、あんまりこう、はい、家の片付けとか揃い感がそんなになくて、まあ自粛のチャンスがあったんだから、なんか。うんうんうん。一応ね、マスキングテープで、もう、これ、ホルド、なんかテレビの方も見えるかもしれないけど、全部マスキングテープ貼って、一応、めっちゃ綺麗。やってるんだけど。最高。見て、私、そばしかない。そばしかない。みのりっぽい、その、布のパターン。そう。かわいい布。なんかずっとみのりの家に行きたいなと思って、これでお邪魔します。はい、何もない部屋ですけど。お邪魔します。今日は一応、うちらなんか、こう、お茶会のテーマ一応決まったんだよね。そう、そう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 。みのり言ってくれる？はい、今日はモノクロがテーマだったんですけど、りにちゃん、今日のお洋服はホワイトかな？ホワイトかな？なんかすごい背景がピンクだからお洋服もすごいピンクに見えてしまうというこの謎の。あ、でも混ぜちゃったかも。なんかグレーになって、うん、でもすごい可愛い。お部屋にすごく合ってるからいいね。素晴らしい。可愛い。おー、これローズマリー、うん、両方とも中と外側も、うん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 、もちろんイヤリングも、イヤリング、ありがとうございます。つけていただいて、かわいい、めっちゃ似合う。リンリンちゃん首が長いからすごい似合うよね、そのイヤリング。これ？そう、首が。で、みのりは今日はなんかモノトーンの、モノクロテーマで、これ？これはね、そう、もともとなんか、これいつのやったっけ？これね、なんかね、イベント用に多分作った。そう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 。アメリカのポートランドか。ポートランド用に作ったやつだったかな？ちょっとシースルーの。そう、ちょっとビクトリアン
風な、西洋風な、なんかどっか なんていうの、プリンスとか、はい、プリンセスの感じ、プリンスかな、これ、うん、エリ的にはそうだね、そうこうなってる、そう面白いよね、いい、そう、そう、なんか自分で作ったのか、うん、リメイクかな、リメイク、頭の方は、うん、頭の方にしてもう一回、これは作ったんだけど、もともとこれは上海の、あの、なんかね、上海で写真作品撮った時用の帽子だから、ちょっと組み合わせとしては別々なんだけど、だからね、うん、上の部分が赤いの、ほら。あ、ほんとだ。見せちゃった。見せていいの？モノトーンじゃないね、私もね。カラーコンタクトもグレーにしてる。うん、かわいい。さすが。なんか星ついてる。な、書いてる。なんか書いてる。それっぽいものも。それっぽいものも。今日はお茶会っていう、まあお茶会、ティータイムっていう設定で、ね、うん、今日何用意してきたの？はい、はい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 今日はケーキ、あ、チーズケーキ、めっちゃ潰れたあれ？そう、はもう、あの、準備した時はめっちゃなんか長かった気がする。そう、あれはね、なんかね、パンってやったらね、わってなったからね失敗しちゃった。だからすごい、もともと別でなんか作ってたやつを綺麗にしました。かわいいけど、かわいいけど、そう、さっきのがかわいかった。で、あとはお茶、お茶、ティーセットかわいいくないかめっちゃちっちゃいの、これ、ほら、よくない、ね、エスプレッソ用みたいな感じ。そう、エスプレッソ用なんだけど、私はもうティーを入れてます。かわいい、本当に。かわいいよね、この茶器。どっかのティーセット？これね、別々で売ってたんだけど、こっちがポートランドのなんかアンティークショップで買ったやつで、これはなんか横浜のアンティークショップで買った。すごい。アンティークショップで買ってるんだ。大好き。似合う。ありがとう。え、リリちゃんは？リリちゃんは？私は、なんかめっちゃ和風な、ちょっとトレイ。和風な。おー、すごいすごいとか、なんか遊びに行くときに結構ね、なんか、こうめっちゃ和風の感じはするんじゃない？なんか、はい、枕だったり。確かに。なんか、あの、古い、こう、アンティーク感のお店だったり。とか、まあ、今日は和風の感じで揃えてきた、うん、これ抹茶を入れてきた、これもなんか、いやだー、まあ、これ面白い、これ出島さん、私の髪やっていただいたの、あの、美容師さんからいただいた誕生日プレゼントなんか言えなかった。おー、すごい、かわいい。あとこれ、和菓子ほんとだ、めっちゃ和菓子だね。普通にスーパーで売ってたからスーパーから素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。 あと、これこれ、八つ橋。おー、あ、すごい美味しそう。この時期にいい感じですねこの皿も、これ私これるの茨城の、へー、茨城の、あの、なん、うん、なん、と、とっき、と、ちょっき、陶器、陶器、うん、陶器、うん、陶器、すごい素敵な色、うん、うん、めっちゃ可愛いの、なんか、まあ和風で揃い、うん、じゃあとりあえずちょっと、うん、乾杯、乾杯でもないな、久しぶりに、おー、はい、乾杯、久しぶり、久しぶり、うん、うん、どんなお茶？アールグレイ。あー、ぽいぽいぽい、うん、ぽいぽいぽいじゃあ、食べながら、こう、あの、うん、今、みのりの自粛タイム何してるのか、すっごい気になるんだけど。
なんか私はもともと結構家にいることがすごい好きなタイプの人間だからずっとそうそうお茶しながらしようよ。そうそうそう、そうそうそう、アクセサリーを作ったりとか、あとは普通に絵描いたりとか、うん、そう撮影がねできないから衣装は最近作ってないんだけど、うん、ずっとな何かをまあ作ってるっていう感じかな。うん、なるほど。りんちゃんはどう？私、うん、でもなんかみのりちゃんと似たような感じで、こう、うん、演技でも仕事できるっていうか、まあ、うん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 、であのまあやっぱり海外行ったりすることの仕事はもう、うん、キャンセルになったんだけど、うん、まあそのうちにこう動画作ったりコンテンツ作ったりしてる。で、あと、まあ、一人のタイムだと、こう、部屋の中に帰ろう。素晴らしい。動物の森をやったり。あと、最近なんか、習い事をしちゃったの。なんでしょう、なんでしょう。わかります。これだと言ってないんだけど、うん、まだ。これ何？編み物？違うか。これカリンバっていう楽器だ。こう。うん、かわいい。ちょっとね。かわいい。からめっちゃかわいいでしょ。すごい、こんなのあるの？デザインがすごい。デザインが、うんね。で、これは全部自分で貼ったんだけど。おー、はい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 、はい。かわいくしちゃった。かわいい。すごい。え、弾いて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 。これカットするかも。全然大丈夫、全然大丈夫。くね。聞こえる？すげえ。すごーい。素晴らしい。一応ね。素晴らしいじゃないですか。もうちょっと上手くなれたらいいなとは思うんだけど、なんかみのりのアクセめっちゃ気になるんだけど、それ以外なんか形とかあるの？こんな。かわいい。見えるかな？でもない。違う形だね。そう。かわいい。なんかティアラにもなれそうな。あー、確かに確かにいけそう。うわ、ひかばかそう、なんかね、すごいこのスタンピングパーツっていう、このなんかお花っぽいパーツのとこあるじゃないですか、うん、これがなんかスタンピングパーツっていうパーツなんだけど、これがね、すごい最近なんかネットでアクセサリーパーツいいのないかなみたいな感じで探してて、すごい最近このこういう可愛いスタンピングパーツ売ってるところを見つけて、そっからすごいね、もうね、大興奮よ、私は私は大興奮してパーツをすごい買っちゃったのそれで、そう、それでこれとか、うん、可愛い。でもいつかなんかみのりもデザインできそうじゃないの、自分の。そう、したいしたい、そう、こういうのとかすごいね、作ってるの最近。月がついてる。そう、ついてる。超可愛くない？めっちゃ可愛い。そう、すごい神秘的な感じする。そう、そうそうそう。でもなんか、私の作るネックレスって結構つけにくいちょっとつけにくいかな。なんかつけやすい？大丈夫かなこれ？うん、それとか、なんかすごいちょっとデザインが派手？派手っていうか、まあ、ああ、そういうこと、なんか実際につけにくいとかじゃなくて。ああ、じゃなくて。そう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 。派手だから。ああ、でも、全然、まあでも、こう、スタンダードピースみたいに、こう、メインピースってなればいいんじゃない？そうだね。うんうんうん。だって、私も、なんでも身につけてる。ありがとう。で、うん。で、最近、その自粛中だから、すごい久しぶりにイラストを描いてるんですよ、今。うん、おー。で、なんか私、イラストはほとんど、なんかその、最初にそのペン画って言って、下書きして、まあ、ペンで描いたやつを、スキャンで取り込んで、パソコンに。
でパソコンで塗るっていう方法を使ってるんだけど、だからそれでちょっと線画が今手元にあるんで、線画すごい、あー素敵、見える、それなんか天使みたい、あーありがとう。そう、これちょっとバラの天使っぽい感じで描いてた。あ、かわいい。これは何の花、うん、これね、雲。あ、雲なんだ、ごめん。したそうやつとか、あとはこれは花だね、スズランかな。あー最近咲いてるのね。もう終わったかな。そう、ちょっと終わったかもしれない。でもこんな感じでちょっと今ね描いてて、うん、そう、なんか私もみんなのイラスト今、うん、あの集まってる、だから集まってる、楽しみにしてる。次頑張る、頑張ります。コレクターになろうかな。ありがとう。でもリンリンちゃん結構持ってくれてるよね、イラストとか写真とか。ああ、ありがとう。めちゃめちゃあるね、すごいね、持ってる。ありがとうございます。かわいい、懐かしい、これ一番お気に入りでね、これ一番お気に入りって言ってたね。うん、めっちゃかわいいなと思って。ありがとう。なんか部屋で、うん、改造中なので、それで、うんうん、飾ろうかなと思って。嬉しい。何それ、めっちゃかわいい。そう、かわいいよね。これなんか工芸茶って知ってる？中国の。あれ、なんか中国しか見たことなくて、でもあの形は見たことない。なんかパッドの中にこうフュッてなってるの。そう、それのなんか、まあ日本の会社が作ってる、作ってるのは中国だけど、そう、日本の会社が扱ってる工芸茶のお店なんだけど、ここのお店結構ね、すごいお花の工夫が面白くて、いろいろこう組み合わせて作ってるんだけど、これはね、なんか飲んだ後になんか1週間ぐらいお水に入れて保存できるらしくて、で、そうそう、水を入れたいらしいんだけどね。そうそうそう。で、それで飾りながらこう楽しむ。え、今飾り中？それかもう飲んでるところ？これ飾り中。飾り用ポットなのこれ。あ、でもあれ？あ、じゃあ飲んでる時はポットの中に。そうそうそう。飲んでる時は普通にポットの中で、これはなんか飾る用のポットなんだって。うん、なるほど。え、飲めそうだよ。飲めそう。え、これってどこの？これね、銀座の黒いソスっていうお店なんだけど。黒いソス？黒いソス、ロゴが出る。え、すごい。え、気になる。これで普通に頼めれるの？これはなんかね、まあ普通にお茶とこのポット別売りなんだけど、すごいなんかね、お店にめちゃめちゃこの工芸茶の種類がすごいあるんだけど、それがわーって並んでて、で、それで別売りで。ポットが買える。そう。めっちゃ欲しくなる。めっちゃ可愛いよね、これすごい。お茶自体美味しい？美味しい美味しい。なんかね、いろんな味があるんだけど、基本的にはグリーンティーっぽい味と、なんかあの紅茶っていうのが選べて、うん、そっからなんかジャスミンティーとか。あ、なるほど。そう。これ飲んだ？あの、今飾ってるのは。これ、今日飲んだ。新鮮だよ。おお、面白い、かわいい、面白いよ。教えてくれた。ありがとう。そう。これちょっとりんりんちゃんにおすすめ。なんか最近お茶会開いてるばかりしてるから、やっぱりお茶の種類はそんなに持ってなくて欲しい。あ、なるほどね。そう。ね、面白いお茶があったら楽しいよね。嬉しい、ありがとう、教えてくれて。普通のいつでも抹茶パックをスティッキーに入ってる。全然ごめん、こっちは全然おしゃれじゃないから。私もね、アールグレイ飲んでるだけだから。そう。ありがとう、教えてくれて。めっちゃ今度自粛、まあ今自粛終わってるけど、もうちょっと落ち着いたら一緒に行こう。なんか自粛も今解除されたんだけど、それ、うん、私やっぱり自粛を続く個人です。うん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 。なんか
あと2、3週間ぐらい様子見て。どう、みのりは。いや、でも本当多分結構日本人ってなんか自粛してくださいみたいな感じだと、まあ、自粛するみたいな人が多いのかな。で、なんか自粛解除ってなったら多分本当に解除されたと思って、なんかわーってみんな街に出るタイプだから、ちょっと怖いよね。これでなんかまた感染第2波っていうかね、なんかそのもう一回来るやつが大きくなったりとかすると結構怖いから、私も家にいなきゃ。うん、私もずっと自粛モードに入ると思う。何か工夫してる？なんか外に出るときに。スーパー行く。スーパー行くときは、まあ本当私、リンリンちゃんほどではないと思うけど、普通にマスクだけしかしてなくって、そう。まああとは本当普通に人との距離を測って、歩くくらいしかそうやってないから。なんかアベマスクは届いた？届いてない、まだ。あ、そうなんだ。私、届いてきたの。で、リメイク。届いた？わー、さすがやね。もう、すごい前に届いてきて、で、すぐ洗って、袋、届いた袋、消毒して、そのまま持って、もう、洗濯機に入れた。ピピピピじゃあこれから質問コーナー行きたいと、はい、質問を募集してて質問コーナーをやりたいなと思います。じゃあ先にインスタの方から始めたいと思って、はい、こちらの質問はあかりんりん0403から。最近あなたを笑顔にしたのは何？笑顔にした。なんだろう。なんだろう。でもみのりは普段もめっちゃ笑ってるよね。そう、常に。なんか特別な何かとかなくて、もう普通に笑ってる。めっちゃ笑ってる。てるね、そうだね、すごい笑ってる。あーそう、あのね、最近っていうかここ1ヶ月なんだけど、スイカが、私めちゃめちゃウォーターメロンがすっごい好きなの。そうで、スイカの季節が始まってちょっと値段が今下がって、すごい毎日買ってるんだけど、毎日だから笑顔、スイカで笑顔かなぁ。ねえ、なる。みたいな。ちょっと待って、これは。いやー、いいな、こだまスイカいいな。なんで笑顔になるの？笑顔になる。スイカ美味しそう。うん、いい音してる。いい音してるね、いいスイカだね。え、リンリンちゃん、スイカ好き？うん、まあでも普通に好き。なんか、もうオーバーとかしないけど。もう私、本当にスイカ狂いなの。スイカの、スイカホリック。スイカホリック。めちゃめちゃ好きで。どうやって食べてるの？なんかちっちゃいスイカじゃなくて、大きい方。こう切って。今買ってるのは大きいやつだけど、基本的にでも私ちっちゃい方がね、なんかね、身の詰まり方が違うからすごいちっちゃい方が好きなんだけど、ちっちゃい方を買うとなんかね、輪切りにして食べるのが好きで。輪切り？それでどうやって食べるの？輪切りにして、でなんかね、くり抜いてスクエア状に切って食べる。わかる？わかる、これ。はい、新しい。そう、サイコロみたいな感じで切るのがすごい好きで、っていうのもなんかすごい甘いところをこう口に入れた時にさ、あの三角に切ってあるやつだと甘いところの範囲少ないじゃん、なんか口に入れた時に。だからだからそのすごいスクエア型だと全部感じられるから、すごいその切り方で食べるのが好きなの。めっちゃなんかプロみたいに食べてるんだ。
晴らしい。知らなかった。めっちゃプロ。すごいな。まあ、私もこれも、まあ、ちょっとスクエア切りで。ぜひ、全部、おいしい。次、はい、次じゃあツイッターの方にこれあの知り合いの友達のナホさんからの質問で見てる見てると思う。なんかめっちゃ可愛いよね。ナホ可愛い。ナホちゃんから、みのりさんのアクセを作る時の構想の練り方など教えていただきたい。はいはい、これなんですけど、うん、教えるの？でも私何も考えてないんですよね、基本的には、うん、何も考えてないんだけど、例えばこれで説明すると、私はなんかその1個のパーツを見つけた時にこの形が何かに似てるんじゃないかみたいなところから結構始まることが多くて、これとかはこの部分をちょっと雲っぽいなって思っちゃったんですよ。あー、なるほど。雲みたいだなと思って、でその雲に関する、なんちゅうの、雲に関するパーツっていうか、なんか連想するものみたいなのを結構つなげて、これは作っていってて、まあ、お月様とかあるじゃないですか。で、星とかがあって、で、このストンってこう伸びてる、この棒みたいな、このパーツはなんかその光が差す感じをイメージして。光なんだ。私雨かと思ってた。あー、でもそれもそれっぽいそう感じにしてあって、でまあ多分月が入ってるから若干月の光っぽい感じのパーツをここに用意してって感じで、結構連想ゲームみたいな感じでつなげていくことが多いですね。なんで一個ずつしか作ってないの？これは普通に何個も作ってて、よかったって言ってて、そうちゃんと販売用なんで、そうちゃんと注文が入ったら作るっていう感じにしてあるんだけど、すごい一点物にも興味があるからやってみたいとは思ってる。いいね。でもやっぱり自然とかにすごいインスパイアされるよね。そうだね、私はそれがすごく多いかな。モチーフとして惹かれるのもそういうものが多いから、うん、素敵、ありがとう。OK、 じゃあこれも Twitter のピッピーさんから。ピッピーさん、最近ハマっていることは何ですか？最近ハマっていること、そう、最近 Netflix に入ったの私。あ、そうなんだ。いつ入ったの？ほんと、2週間前ぐらいに入って、でそっから、なんかね、今までずっと Hulu と Amazon プライムだったの。へぇー。すごい、Netflix めちゃめちゃアニメがあって、うん。そう、最近、そう、なんか、久しぶりにというか、そのアニメを見ようっていう、今、自粛期間だからいい機会だなと思って、すごい見てて、最近ね、僕のヒーローアカデミアと、エヴァンゲリオンと、なんかめちゃめちゃオタクライフを送ってる私は今。そう。でもあまり普段アニメ見ないんだよね、みのり。そう、あんまり、そう。あのね、中学生ぐらいまでは見てたんだけど、結構そっからはあんまり見なくなっちゃって。なるほど。どう？感想は？私もう僕のヒーローアカデミアめっちゃハマっちゃって。私も見なきゃ。いや、すごい面白いよ。なんか学生の話、あのね、学生なんかヒーロー化っていう、なんかすごいもうヒーローを目指すかみたいなのがあって、っていうのもなんかすごい個性みたいなものがみんなにこう出没し始めて、それをこう極めてってヒーローになろうみたいな感じ。そうそう、X みたいな感じ。そう。見てみようかな。面白そう。めっちゃ面白い。いいね。ピニちゃんは最近どう？なんだろう。なんかいろいろ最近
まあでも、どうもりもやってるし、どうもり、ね、Kindle 買った今、あそこに置いてある。見えないか。おお、かわいい、うん、かわいい。あの、最近、まあ、この期間中にこう本読んだらいいなとは思って、素晴らしい。それで買って、なんか、アンリミテッド、Kindle のアンリミテッド、うん、なんか3ヶ月分は読み放題みたいな。おー、はい、でそれからなんかいっぱい見つかったりするんだけど、なんか雑誌も入ってるのは知らなくて。雑誌入ってるんだ。あの、まあ、白黒になるんだけど。おー白黒なの、まさかの。一応こうプレビューでちょっと見て、あ、これがやっぱりなんか内容欲しいなと思ったら本屋、うん、ピックアップするとかはすっごい便利。あと、なんかおすすめされてるなんかこうお金のためなんかアメリカの友達にすっごいおすすめされる本をやっとあの読み放題に入ってるから、それそうだ、ね、一応読んだり、まあ目通すぐらい読んだ。うんうんうん、うん、素晴らしい。面白いね。のマリエさんの、ああ、こんまりね。はいはいはい。の本とか、なんか漫画出したから、漫画も。読みやすい、うん。本自体は持ってるんだけど、でもなんか、うん、他のバージョンとか、あと、うん、漫画の本も入ってたから。へぇー。すぐ買えるから、うん、あの。そうだね。そうだね。うん、読めれるっていうところはめっちゃいいなとは思うから、寝る前にいつもなんとか見てるじゃあ最後の質問になるんだけど、こちらはツイッターでレノンウマインさんからの質問です。みのりに、 What is the biggest achievement of your career to date and what is your biggest goal for the futureっていうのは、今まで一番達成感が出ていることは何ですか、うん、あの、そして、まあ、仕事に対して、うん、そして、次の質問は何かこう将来何かまた何かやりたい、ビゲスゴールって何て言うの、こうゴールは、まあ、大きいゴール、うん、次は何ですかって、これからの。そうだな。でもこの間その、まあ、今年のコロナが始まる前に私は展示を恵比寿でやったんだけど、素敵だった。そう、見に来てくれた。そう。でそれがすごい、あの、城ヶ島っていうすごい、あの、めっちゃもう岬っていうか海のところで撮った、なんかその岩のシリーズ、うん、何岩だっけ、堆積岩、堆積岩っていう線、セディメンタリーロックっていう、そうそうそう、堆積岩の作品を撮ったんだけど、でそれでちゃんと展示を大きくプリントして展示してやった時は結構達成感があったっちゃあったんだけど、それをなんかそのまま、なんかそのニューヨークとか、まあ、ロンドンとか、その海外でちょっとやって反応をちょっと見てみたくて、でそれのその計画をしようと思ってた時にちょっとコロナってなっちゃったからちょっと次に進むのがちょっと落ち着いちゃったから、そうそう、でもそれがすごい、なんていうか、まあ展示をすごい今後もしたいし、この間やった時は、あ、展示できてよかったなっていうちょっと落ち着いた気持ちはあったから、うん、うん、そうそう、本当にもう感動したもん。ありがとう。めっちゃこう、うん、ずっと展示したかったっていう、まあ言ってたし、うん、ちゃんとできて形になって本当に素晴らしいなと思って。ありがとうございます。本当に、でもなんかやっぱ なんだろう、旅行者が結構少なくなってた時期だったから、なんか海外の人にももうちょっと見てもらいたかったんだけど、うん、そう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 、だからもうモテちゃえって、うん、なんか会った時にまだみのりは海外のイベントだったりまだしてない時期だったので、そうそうそう、でその後なんかこうすぐ
できたりして、なんか本当にこう頑張ってる姿こっちでずっと見ててめっちゃなんか嬉しいの。頑張ってめっちゃ応援したくて、なんか本当にもうどんどん達成してめっちゃこっちもめっちゃこうなんだろう、お母さんの気持ちとか気持ち、見守る見守る感じ見回るっていうの、見守る見守る見守る感じする。そう、 ありがとう、あったかいねお母さんの気持ちなの、りりちゃん。じゃあ、お姉さんの気持ちそんな感じありがとう。ほら、すごいでしょうってすっごいみんなに見せたくて、ほんとに。だって、この前ドイツにいたときに、ジェイスのところに、みのりのなんか写真飾ってたの。なんか、絵を見かけて、あー、みのりーって。わー、見ても見るんだって。ハローって言っちゃったけど、まあ、写真に対してハローって言っちゃダメだけど。ありがとう。興奮しちゃった。I'm currently in J store and look who I found. みのり、ハロー。いやでも私もなんかすごいリンリンちゃんを呼んだところがあるイベントに行くと、すごいリンリンちゃんはねもうめちゃめちゃいい人でめっちゃ可愛いしみたいな話を結構。すごいオーガナイザーの人とかがしてくれて、で写真見せてくれて、あーみみちゃんってなる私うおー私もうわーってなるなんか嬉しいよね、なんか不思議だよねあれね、ほんとね。そうそうそう、一緒にできたらいいなとは思うけどね。ほんとだよね、やりたいね、いつかね。うん、これももしできたらって、なんかオンラインリモートお茶会とかも、うん、そうじゃない、なんか一緒にやりましょうよ、企画立てて、やりましょうよ、うん、もしみんな期待してるならもうぜひコメント欄で書いてくださいって感じですいません呼びかけてるなんか参加したい人がいたらぜひ下にもしコメントをしたい、しようよ。え、じゃあこれからの目的、目的はやっぱ海外での展示になっちゃうかなって感じで、すごい展示させてくれるところを募集したいぐらい本当に今探してる、めっちゃ。なるほど。まあでもすぐできそうと思うんだけどね。ね、なんかそのすごい本当ウイルスっていうかね、本当パンデミックがそうなければなんかきっかけがねもうちょっとあったのかなって思うけど、うん、まあ、だからすごい、まあ、コツコツ今は何か別のことを やろうかなって感じで、まあ、イラスト描いたりとかはしてるんだけど、そう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 、うん、応援するよ、頑張って。ありがとうそれではじゃあちょっとお茶会を終わりにしたいと思うんだけど、みのりの何か告知したいものとかありますか？はい、その最近先ほども見せましたけど、アクセサリーをちょっと最近作ってウェブで販売してるので、アドレスアドレスこちらにというか、はい、こちらに貼っときますので、ぜひぜひ見に来てください。アトリエピエロっていうセレクト、コシックとかロリータのセレクトショップでも取り扱ってるんで。あ、そうなんだ。そうです。すごい素敵。じゃあ、リンク貼っときます。はい。任せてください。はい、今日は本当にお茶会できてありがとうございます。なんか、わざわざ、もう、フールメイクと洋服、はい、ありがとう。素敵ファッションって感じ。はい、それでは皆さんどう思いますか？なんか今回エピソード1って感じでゆっくり話しながら食べながらこう友達と話しながらって、
もし楽しめたらぜひコメント欄に感想を書いていただけるとすごい嬉しいです。What did you guys think? Did you guys enjoy our little sort of podcasty tea time thing? If you did, please leave your comments down below. I'm thinking about making this into a series, so if you let me know, that would be really great. I can get some feedback and see what, where to go from here. So thank you guys so much for joining us. 今日はみのにさんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそれではバイバイ。